ドラウンジ。今日ご紹介するのは、2つの国の間に生まれた絆の物語です。アジアの東に位置する日本、そして9000キロ離れたアジアの西に位置しているのがトルコです。遡ること125年前、日本人がトルコの人たちを救ったことから友好関係が生まれました。アジアの東と西、遠く離れた国同士がいかにして深い絆で結ばれたのか、今夜はその歴史をたどる両国合作の映画、海南1890をご紹介します。海南1890、今夜がワールドプレミアムです。これから舞台挨拶が始まります。日本とトルコの豪華な俳優陣が登場、舞台を彩りました。惜しみなくその温かい手を差し伸べたその日本人の心、そしてその心を忘れなかったトルコの方々の心、それこそが僕は主役だと思っています。映画の舞台は現在の和歌山県串本町。明治天皇に謁見するため日本を訪れていたトルコ軍の船エルトゥールル号が座礁します。猛烈な嵐の中を村人たちが命を懸けて救出に当たります。日本人と違うぞ。どこのもんでも構わん、助けなあかんねん。こうしてトルコの乗組員618人のうち69人の命が日本人の手によって救われました。ある、よかった。そして村人たちは命を落とした乗組員やその家族のために遺品の手入れもします。きれいに塗ってはるね。 They are carefully washing, mending and cleaning. Why? How do you think your sailors' families would feel if they saw these tattered uniforms and belongingscovered in blood. What I want to protect is the heart of these people. この映画で二役を演じたトルコ人俳優ケナン・エジェさん、そして10年越しでこの映画を手掛けた田中光俊監督に話を聞きました。10年越しの企画だということなんですけれども、はいはい、なぜこのエルトゥールル号なんですか？調べていくと、今この時代に必要なものがこの中には何かたくさん詰まっているんじゃないか、何かそれを僕に突きつけられた感じがしたんですね。This movie is about friendship and it's about self-sacrifice and it's about gratitude and it's actually about that there are no borders between people. Village people probably didn't hear about Turkey. 村人たちはトルコという国の話を聞いたこともなければ、どんな人種でどんな言葉を話しどんな宗教を信じているのか何も知らなかったはずなのに、それを気にも留めなかった。ただ人を思う心に従い見返りも要求しなかったのです。そして舞台は95年後の1985年、イラン・イラク戦争の渦中のテヘランへと移ります。戦況が膠着状態に陥る中、サダム・フセインが48時間後にイランを飛ぶ飛行機は無差別に攻撃すると宣言。
تهدیدآمیز را از طریق سفارتخانه های کشورهایی که در بغداد است بیان کرد.当時テヘランへの就航便がなかった日本は迅速に救援機を送ることができず、トルコ政府に日本人の救援を要請しました。トルコ政府は救援機のうちの1機を日本人の救出のために使うことを決断。飛行機に乗れなくなったと知ったトルコの人たちが怒り出します。無差別攻撃の開始が迫る中、トルコの人たちの気持ちを変えたのは95年前のエルトゥールル号海難事故の記憶でした。Ama çok şükür ki oradaki insanların fedakarlıkları, iyi kalplilikleri sayesinde memleketlerine geri dönebildiler. Onları kurtarabilecek sadece biz varız. Karar verecek olan sizlersiniz. Vicdanlarınız. Sadece vicdanlarımız. 長い月日を経て、今度はトルコの人たちが日本人を救ったのです。困っている人がいたら助けるっていう、本当にその思いだけで125年もの間、友情、国と国とが友情を培うまでのそういう関係になっていく。やっぱりそういう思いということを僕らはもう一度何か考えなければいけない時期に来てるんではないかな。私たちは正しいこととは何かを示すあの心を思い出さなければなりません。世代から世代へと受け継がれてきた一つになる精神、友情、そして困難に直面した時も共に助け合う心を思い出し、感謝の気持ちを持たなければならないのです。